境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。俺が乗った船だ。影、どこへ行ってしまった。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念必ず。影、どうした。死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。この蹄は影のものだ。空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。倒れたか、転げたか、無事であろうな。そこもと。静かに、引かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏み潰して、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。足跡、猛虎だ。たじろいだ後馬を追った。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音、近いぞ。影、今向かう。なんだ。
影。ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。最後二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。どうだ、褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。砦のことか。ああ、今や猛虎の巣さ、あいつら捕虜を狂わせてる。叫び声で眠れやしなかった。もう安全だ、どこかへ逃げろ。死ぬかと思った。境砦、あの時のままだ。だが猛虎の手に落ちたか。
大鷹。対馬に送った石膏全て切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大高族の長に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前にクスシを探そう。タチはどこへやった？近くを探してみなよ。大鷹と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出。さて行くぞ。こっち。行くと背も過ぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと？父が建てた。ははそりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、酒井家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門を開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらんぞ。叔父上にさえも。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。
我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ジン！魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん。か弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が汚されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを、父上。してやられた。すべて賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上。ジン、走れ。今そうだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか。大高近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大高が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ。おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどのやつらは殺された。俺も手助けする。穂高を退けよう。侍が賊を助けるって。大高を倒すためだ。
名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。